皆さんはじめまして私は彫刻家でゲンダーアーティストの鈴木一太郎といいますこのような作品を作っていますこの手に持っている作品のようなピクセルアートと呼ばれる手法を使った作品作りをしています皆さんはこんな経験はないでしょうか例えば憧れの人物に実際に会った時にテレビや写真で見ていたイメージと ちょっとと違うなというようなないよ経験ですこの話を彫刻の話に近づけてみましょう皆さんはかの有名なこのダビデ像をご存知ですかでは皆さんはこのダビデ像のサイズをご存知でしょうかフィレンツェのアカデミア美術館に置かれているこのミケランジェルが作ったダビデ像は高さなんと5メートル以上もある大きな彫刻なのです また皆さんはダビデ像の後ろ姿を想像することができるでしょうか皆さんの頭の中にあるダビデ像のイメージというのはこの写真のような真正面のイメージしかないのではないでしょうか私は現代っ子なのですがインターネットやテレビゲームやコンピューターが大好きです彫刻家であるにもかかわらず恥ずかしながら私がこの目で実際に 世界の有名な彫刻作品を見たことがあるのは指を数えるほどでそのほとんどをインターネットや教科書の画像でしか見たことがありませんそんな私がなぜ彫刻というものに興味を持ちそしてゲンダーアーティストとしてこのような表現をしているのか今日はお話ししたいと思います私が育った町はとても自然が豊かなところですそして家の周りには 山と畑しかないようなとても小さな町でしたそんな小さな町の中でも私の家はちょっとだけ変な家として有名でした母屋が新築の木造建築で庭にはバンガローが建てられていましたこのバンガローは父の趣味なのですが私と父の二人で建築したものなのです 小学校低学年の頃にこのバンガローを作ったのですが本当は私は友達と遊びたかったのですが、まあ、厳しい父だったので私の幼少期の貴重な時間はこのログハウスの建築にバンガローですね建築に費や、えー、されていきました今でも少しだけ父のことを恨んでいます <laughs> ほどなくして1996年私が8歳の頃です、えー、世の中では ポケットモンスターーといいうゲームが大流行していましてまた家の教育方針でテレビゲームを買ってもらっていなかった私は幼少期の遊びの時代を潰されたという恨みの思いとそして学校の中で私だけがポケモンを持っていないという疎外感からその時に父に必死に頼み込んでようやくポケモンをゲットすることができたのですそれから私のゲーム熱が大爆発します 私はお小遣いを貯めていろいろなゲームを買いあさりましたその頃はちょうど家庭にパソコンが普及し始めた頃でもあり私はコンピューターやインターネットなどに強い興味を持ったことを覚えていますそうした中でも私は周りの豊かな自然とそして父の日曜大工日曜大工というレベルではないですが <laughs> お手伝いながらコンピューターも大好きでアナログとデジタルの 両方の感覚を自分の中に取り入れながら成長していきましたそして高校生になった私は美術科のある高校に進学しました結局父の影響が絶大で日常からものづくりに親しんでいた私は彫刻を勉強したいと思うようになりましたまた私は美術の成績が優秀だったので自分は美術の才能があるんだと思い込んでいました しかしそれは大きな勘違いでした美術家には本当に才能のある人がたくさんいました私はその人たちの作品を見たときに自分がただ真面目に授業を受けていたから美術の成績が良かったんだということに気づかされてしまいましたそうして美術大学の受験では私は不合格となり浪人生活を送るようになります その浪人生活の中で私は必死に受験対策のためのデッサンや彫刻の技術を学びましたそうすることでようやく翌年私は美術大学に受験あ合格することができたのですその頃は実は私が美術が下手だったんだっていう思いと浪人をしてしまったというコンプレックスから受験の感覚から抜け出すことができませんでした 大学に入ってからも学部の4年間は自分らしいオリジナリティのある作品作りができなかったことを今でも思い出しますそしてその後私は大学院に進学しますその大学院に入学したての頃私はある一つのテーマにたどり着きますそれは亡霊です私が道を歩いていると交差点のところに いつも花束が置かれているところがありましたそれはおそらくそこであったであろう交通事故に遭われた方のために置かれた花束だったと思います私はその交通事故のことを知っているわけではありませんしかしただ花が置いてあるだけなのにその空間に強烈な存在感を感じたのです私はこの実在のものがなくても 存在感感をを表せるという感覚を自分の彫刻作品の中に取り込んで作品を作ってみたいと思うようになりましたこの「亡霊」というテーマをもとに作った作品がこの作品ですこれは透明樹脂と呼ばれる文字通り透明のプラスチックによって服の形をかたどった作品です私は「ものの亡霊」と称してシリーズの作品を作りました日常の中で「 忘れ去られていくものや過去のものそして頭の中だけにあるイメージを透明樹脂によって形作ろうと思ったのですこれらの作品は大学の中で一定の評価を受けたのですが私はまだ自分のオリジナリティを獲得できていないと思いましたある時教授に確かにこれは透明だけども実際にものがそこに存在しているから 君が言っているような実在のものがなくても存在感を表現できるというところまでは到達することができないのではないかという指摘を受けたときに私も思わず確かにそうだなと思い込んでしまいましたそうやって試行錯誤しながら私は自分の作品を考えていたのですが実はそのときに祖母の介護をしながら大学院に通っていました作品作りに思い悩んでいた私は祖母の介護施設に赴くことで 彼女と会話をしたり身の回りの世話をすることで心の平穏を得ていました、まあ、そうは言ってもやはり介護は大変で生活と介護の中で忙しくなり私は自分の作品について考えられる時間がどんどん減っていってしまいました仕方がないので私はもっと生活の中から作品作りのヒントを得ようと思いあまり難しいことを考えずに 自分の楽しい作品を作ろうということで自分の趣味であるゲームのところから作品のアイデアを考えようと思うようになったのですそして私にとってゲームといえばそうポケモンですポケモンが発売した当時にはまだまだ多く使われていたピクセルアートの手法を使って自分の作品を作ってみようと思うようになりましたその時に作った作品がこのような作品です この作品を作ってみると一つ面白い発見がありました作品を写真に撮ってみるとゲームの中のキャラクターがまるで現実に現れたように感じられたのです私はこのことから彫刻を作るのだけれどもその作品を写真に撮るという前提で作ってみるのも面白いのではないかと思うようになりましたそしてこの作品をどんどん深めていこうと思ったのです そしてこの作品により彫刻的な問題を付け加えて古代彫刻をテーマにして作品を作ろうと思いましたこれがその作品ですこの作品の制作案をとあるコンクールに応募しましたそうするとなんと審査に通り私は補助を受けながら作品を作れるようになったのです初めて仕事として作品が作れるようになった私はとても喜び それを祖母は一緒に喜んでくれましたそして最終的にはこの作品はそのコンクールでグランプリを受賞することができたのですが残念ながらその発表の合間に祖母が亡くなってしまったためその報告をすることは叶いませんでした私は身近に祖母が亡くなるという経験をしてもう一度 亡霊や存在するようで存在しないものというものをもう一度深く考えてみる必要がありましたそして存在とは何なのかということをもう一度強く考えることを迫られたのです私は祖母が亡くなって不思議と喪失感を感じることがありませんでしたななぜなら 私は祖母の存在をまだ身近に感じていたからです祖母が亡くなってから私は彼女が住んでいた家から大学院に通うようになりましたそうした中で彼女が生前使っていたものを見たり触れたりすることで彼女の存在を感じていましたまた彼女がそこにいた姿や共に交わした会話を思い出すことで 存在を身近に感じていたのです私は祖母が大好きだったので彼女の写真や動画をたくさん撮っていましたそうすることでいなくなったとしても私は祖母の存在を身近に感じることができ一緒に過ごした日々をありありと思い出すことができましただから私は喪失感を感じなかったのです 私はこの感覚の中にこそ自分が本当に表現したいテーマが隠されているのではないかと思い自分の頭の中をもう一度紐解といてみようと思いましたここからは私の考える「存在」というものについてお話をしたいと思います皆さんは「存在」とは何だと思いますか 触れられらるものでしょうかそれとも触れられないものでしょうか確かに触れられるものも存在ですしかしそれだけが存在なのでしょうかこのレオ君は私の友人が飼っている柴犬をモチーフにしたものですしかし実は私はレオ君に一度も会ったことがないのです大好きだけれども 動物アレルギーなのでで実際に会うことはできませんしかし私は友人に頼み込んでレオくんの写真や動画をたくさん送ってもらいましたそうすることでどんどん私の頭の中にレオくんの姿や形が形成されていくのですあくまで想像なのですが私は頭の中でレオくんを一瞬にして作り上げることができます テレビゲームの中での感覚も私は同じような錯覚を覚えます。確かにテレビゲームの中での出来事は実際の出来事ではありません。その中に登場するキャラクターも実在の存在ではありません。しかし、ポケモンをプレイしていた当時の私は本当に旅をして、そして仲間と共に苦労を共にし、さまざまな困難に立ち向かい、最終的にはボスを倒して、 ポケモンマスターになったのだという達成感があるのですその実感は私の中で実際の体験に勝るとも劣らない強烈な実感として存在しているのですこのような感覚はまああくまで私の個人的な感覚なのですが現代を生きるインターネットやコンピューターやテレビゲームに親しんでいる皆さんの中にも共感する部分があるのではないでしょうか そのような現代を生きる我々にとって実際にこのように面と向かって行うやり取りとインターネット上でのやり取りのような実際には合っていないやり取りを区別するという考えはあるでしょうか昔から実際に合わないでやり取りをする手紙というものがありましたが現代においては技術の進歩によってよりスピード感が増しそしてリアリティが増していて 現実のやり取りとほぼ区別がつかないような状況になっていますそしてテレビゲームや映像表現などは昔に比べて格段にリアリティを増してきています昨年は VR バーチャルリアリティ元年などとも言われ実際には目の前にないのだけれどもゲームの世界や空想の世界が実際に目の前に立ち現れたかのように感じさせる装置も登場しました現代においては 存存在在しないいいもののが現実の存在にどんどんん近づててきていますこのようなことに対してマイナスの側面を考える人も多くいるでしょうが私は実際には会うことができない人や失われたものそして行くことができない場所への思いなどを実現することによって人々の心を癒したり人々に希望を与えるようなプラスの側面も多くあるのではないかと考えています。 最後に私は現代アーティストを名乗っています皆さんの中でも現代アートとは難しいそして抽象的でよくわからないというような考えを持っている人がいると思いますでは皆さんは現代アートとは何を目的として作られているかご存知でしょうか現代アートとは現代を生きる人々や社会の思想そして物事の 捉え方哲学というようなものを目に見える形の作品として表現しているのが現代アートなのですそして現代の社会において何が善悪なのかそして何が美しくて何が醜いのかというものを目に見える形に落とし込んでいるのが我々の現代アーティストの役割なのです現代の社会によって私の作品は 大きく様変わりしましまた彫刻というのは古代から続く表現の文脈の上に成り立っているのですが現代を生きる皆さんたちにとって日々の中で感じる新しい感覚や自分の思いついた新しいアイデアというものを自分なりに表現してみることでそれはアートになると思います。 今日は私の話を聞いてくれてありがとうございました。